全知全能の書。世界を創造したと言われるあらゆる知識が収められた本。マスターロゴスはこの本の力を使い、退屈な平和を壊し、争いの絶えない世界に作り変えることを目的としている。しかし全知全能の書はその昔、その力に見られ、何事かした3人と、騒動グロゴスとの戦いの際に、バラバラになってしまった。この全知全能の書を復活させるには、11本の聖剣と、聖剣と相性の良い、19冊の本、そして世界を繋ぐ存在が必要となる。今回はその聖剣とアンダーライドブックの価格をまとめてみて、全知全能の書復活には、総額でどれだけかかるかまとめてみたよ。それじゃあまずは聖剣から。火炎剣烈火です。これは2020年9月5日に、7678円で販売されました。ちなみに8月の3日から4日にかけて、抽選による先行販売がプレバンで行われました。プレバンの抽選って、結構やったけど当たったことないんだよね。それじゃあ次。水勢剣流れです。これも2020年9月5日に発売され、価格は2750円。ライドブック分を差し引くとエンブレムの価格は、だいたい1000円ちょいです。本来ならドライバーとこれがあれば、2本分遊べますが、復活の儀式には11本必要なので、流れようにもう1つドライバーが必要と考えます。なので価格は2750円プラス7678円になります。それじゃあ次。土豪剣激土です。これは2020年9月19日に、4950円で販売されました。ドライバー以外の聖剣は、ブックの個別認識がなく、基本は聖剣から音声が流れるのが多いです。こいつに関しては全長がかなり長く、個人的に購入した中で、一番長かったフルボトルバスターより長いです。それじゃあ次。雷鳴剣黄雷です。これは2020年10月3日に発売され、価格は流れと同じく2750円。そしてエンブレムなので、並べておくとしたらドライバーがもう1つ必要。この時点でドライバーが3つ必要になります。ただエンブレムは今のところ3つしかないので、これからドライバーを買うことはなさそう。それじゃあ次。風双剣鳳です。これは2020年10月10日に4950円で販売されました。他の聖剣と違って2つで1つみたいなところあるかも。しかもこっちだけ封印されても変身能力は失いません。それじゃあ次。音銃剣錫音です。これは2020年11月7日に発売し、価格は4620円と他より少し安め。しかしモード変更で変身音が変わる仕様で、激怒や早手よりもプレイバリューあるかも。それじゃあ次。暗黒剣闇です。これは2020年10月17日に発売され、価格は6578円です。ドライバーのような個別認識が1つついており、ワンダーコンボなどはできないものの、プレイバリューは高いかも。それじゃあ次。風双剣最光です。これは2020年12月26日に発売され、価格は6820円です。これ自体が聖剣でもあり仮面ライダー。そのためこれを買った際には、仮面ライダー買ってきたって言っても問題ないと思う。それじゃあ次。煙叡剣狼煙です。これは2021年5月17日にプレミアムバンダイにて予約開始になりました。価格は7150円です。この値段だとドライバーに近い価格です。一応必殺技のバリエーションが多いですが、個人的には少し高いと思います。ブックが新規造形ってのもあるかもね。それじゃあ次。時国剣界時です。これも呪しと同日に、プレミアムバンダイにて予約開始となり、価格も7150円です。これに関してはヤリモードの時、とんでもなく長くなるんですよね。次で最後です。無銘剣虚無です。これは2020年12月18日に、プレミアムバンダイにて予約開始になりました。価格は6600円です。一応リード機能もついています。この聖剣といったら、変身するときに無音の時間があること、確か炎の音はあった気がするけど。というわけで聖剣だけまとめてみました。ライドブックまでやると長いので、それは後編ということにします。とりあえず聖剣だけで金額をまとめると、77552円です。これにライドブックだからまだ金額は上がります。というわけで後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。